レポンです。今回はですね、初めましての日っていうことでね、何をするかっていうと、まずですね、ちょっとお話しさせていただきたいんですけれども、僕、ずっとちょくちょくセラ君の写真とかですね、ちょくちょく撮ったりしてるんですけれども、セラ君がちっちゃい時の写真が全くなかったんですよ。なんでかっていうと、携帯ですね、携帯を変えたりするじゃないですか。まあ1年に1回とか2年に1回とか、まあ皆さんも変えられると思うんですけれども、セラ君を変え始めた時っていうのがですね、もう7年ぐらい前になるんですね。でその時ってまだこういう iPhone とかスマホとかってなくて、ガラケーだったんですよ。でそういうので撮ったりしてて、携帯を変えてスマホになって iPhone にして、でコロコロ変わっていったんで、でそのデータを僕パソコンとか持ってなかったんで全然残してなかったんですよね。なんでセラ君のちっちゃい時の写真とか全然ないなって思って、はい、久しぶりのセラ君ですね。ちょっとボ恥ずかしい、ボシャボシャで恥ずかしいな、ボシャボシャで恥ずかしいなということで、ちっちゃい時の写真がなかったんで、なんとか昔の使ってたね携帯とかを探し出して、その写真を復元したいなって思ってたんですけど、まあ見つからないですよね僕もそうなんですけど、うちの母親がですね、もういらないって思ったものはすぐポンって捨てちゃう人なんで、まあ実家でちょっと探してもなかったんですよ。でもう諦めるしかないかなって思ってた時に、ひらめいたんですよね、ミクシーですね。その時7年ぐらい前と、すごいミクシーがまだ Facebook ができる前で、ミクシーがすごく流行ってた時期だったんで、まあ、僕も専門学生ってことでね、すごいミクシーを更新してたりしてたんですけど、まあ、そこにねミクシーの中のアルバムを見返せばあるんじゃないかと思って、しばらくログインしてなかったんでパスワードとかが分かんない状態だったんですけど、なんとかパスワードを見つけてですね、セラ君と初めて会った日のね写真を見つけることができたんですよ。ちょっと感動しましたよねでその初めましての写真がこちらですね。はい、今は結構吠えたりはしゃいで走り回ったりしますけれども、ちっちゃい時の方がなんかすごいおとなしかったんですよね。全然泣かないし、なんかお地蔵さんみたいな全然活発に動かないし泣かないし、子犬の割にやたら落ち着いてたんですよねでやっぱりこういう今の愛犬と初めて会った時の愛犬の違いっていうのはすごいなんかいいものだなって思いまして、もっとセラ君だけじゃなくて、これを見てくださってる飼い主様と愛犬ちゃんのですね、初めましての日も見てみたいなと思いまして、ある企画をさせていただこうっていうことを思いつきました。でそれが初めましての日っていうことなんですけど、初めてワンちゃん、その愛犬と会った時の写真、初めてじゃなくてもうちっちゃい時の写真とかと今の写真を、見比べれるような形でね、ツイッターでですね、初めましての日ってハッシュタグをつけてもらって投稿してもらえると僕も見れますので、この動画を見てくださった飼い主様にはですね、ぜひ初めましての日をやっていただきたいなと思います。まあその初めましての日が子犬ちゃんじゃない場合もあると思うんですよ。もう成犬になってたっていうパターンもあると思うんですけど、それはそれで年月が経っていればね、結構違いがあるだろうと思いますので、まあ、すごいいいものですよ。初めて会った日の愛犬と今の愛犬を見比べるっていうのは、いろんな思い出が蘇ると思うんで、愛犬のことがもっと好きになれると思います。なんで、この動画を見られた方にはぜひやっていただきたいんですけれども、 Twitter でその初めましての日の写真と今のワンちゃんの写真と2つ投稿してもらって、ハッシュタグで初めましての日って入れてもらえれば僕も見れますので、コメントさせていただきたいと思います。はい、ということで、たくさんのワンちゃんと飼い主様のね、初めましての日を見れることを楽しみにしています。では。